マンダリンオリエンタル東京は東京都中央区日本橋室町2丁目にある高級ホテル。運営はマンダリンオリエンタル東京。マンダリンオリエンタルホテルグループに属す。2005年12月2日に開業。マンダリンオリエンタルホテルグループが30年間の賃貸契約を三井不動産と結び国の重要文化財である三井本館の隣に建設された大型複合。 再開発ビル、日本橋三井タワー上層階にマンダリンオリエンタル、東京を開業した。マンダリンは建物の開発段階から三角し、ホテル部分の設計などは三井不動産に提案したという。タワーの30階から36階を占めるゲストルームは全179室。最もベーシックなデラックスで約50平方メートルの広さ。 22室のスイートはいずれも90平方メートル以上を誇り、最高級のプレジデンシャルスイートは250平方メートルの広さ。個性あふれるレストランバーをはじめ、スパ、婚礼施設、宴会場、会議室なども完備している。フロントは最上階にあるが、宴会場などは低層階に位置し、一部は三井本館に入居している。2006年夏。 世界的に権威ある格付け機関アメリカンアカデミー・オブ・ホスピタリティ・サイエンスより史上初となる六つ星ホテルの称号を授与された。2010年12月にはアメリカの金融専門誌インスティチューショナル・インベスターが選ぶ世界有数のホテルランキングである世界のベストホテルにおいて世界一のホテルと評された。フォーブストラベルガイド2016にて国内の ホテル部門で唯一最高評価である5つ星を2年間連続獲得。スパ部門でも2年続けて5つ星を獲得した。ミシュランガイド東京を2016において1つ星を獲得した3つのレストランを含む11の病院施設と高層階にある179の客室を有する。ありがとうございます。